ニコシア国際空港とは、キプロス市とニコシア西の郊外、ラカタミアにあった空港。かつては、キプロス島の主要空港であったが、1974年、トルコの北キプロス侵攻が原因で、グリーンラインが引かれ、全域が干渉地帯に設定されたため閉鎖された。空港の敷地は、現在国際連合キプロス平和維持軍本部として、使用されている。放棄され、 鳥の糞で汚れた旧ターミナルビル内部、旧ターミナルビル内の健康管理センター後、空港敷地内に放棄されたキプロス航空のトライデント。主要部品は取り外され、抜け殻のような状態となっている。ニコシア国際空港は、1930年代からイギリス空軍ニコシア空軍基地として建設が始まり、1974年までキプロス島における、 主要空港であった。当初空軍基地として建設されたため、空港は現在でもイギリス国防省の所有となっている。滑走路は、セルとパイライドミカエルデス株式会社によって1939年に整備され、ミスルエアの4発揮で、ハビランド DH-86 エクスプレスで運行されていた。第二次世界大戦中、空港の施設と滑走路は、 地元の受け置業者、ステリオス・ヨアヌート・ヨルゴス・パラス・ケーベレスによって拡張された。1943から44年にかけ、連合軍のルーマニア・プロイエシティ・ユデン空爆から帰還する際に、アメリカ陸軍航空隊の B-24 爆撃機が使用した。戦後に旅客輸送が再開され、1948年までにミスルエア、英国海外航空、 キプロス航空及びミドルイースト航空が運航を始めた。当初の空港施設は小規模であり、3カ所の日戦式弊社が税関、出入国管理、民間航空、信号、交通及び運航サービスを収容する空港ターミナルビルとして使用されていた。空港内のレストランはナフィーによって運営されていた。1949年に最初のターミナルビルが 公共事業局によって5万ポンドで設計、建設され、5月に完成した。1959年に中期エプロンが拡張された。1968年には、新ターミナルが完成したため大部分の施設は移動したが、ニコシアフライングクラブや他のフライングクラブは、旧ターミナルビルを使用し続けた。航空会社の大幅な増便により飛行場が手狭になったことで、 英空軍は1966年に撤退。1968年3月27日、西ドイツビースバーデンの企業、ダーシュ・ウンド・ゲルマンが設計、地元の不動産開発業者、サイワルコによって建設された新ターミナルが完成した。新ターミナルは11箇所の中機場へプロンを備え、一度に800人の乗客が乗降可能となった。1974年6月、 ターミナルをさらに拡張し、エプロンを16機に拡張計画があり、2箇所はワイドボディ機も取り扱い可能の大型のものだった。だが、キプロス紛争が激化し、1974年7月15日、ギリシャ系民族主義者により、マカリオス政権が崩壊すると、ニコシア空港は一時的に閉鎖された。1974年7月17日、 ギリシャ軍のマカリオス大主教に対するクーデター支援に、ニコシア空港が使用された。7月18日には、民間航空便が再開し、外国人観光客が出国するために使用された。しかし1974年7月20日、トルコのキプロス侵攻作戦、アティラー作戦において、ニコシア空港は激しく空爆され、完全に閉鎖となった。 1975年初めに、ギリシャ系キプロス人とトルコ系キプロス人の間で、ニコシア国際空港を再開を議論した。ギリシャ系のリーダーであるマカリオス大司教は、トルコ系の共同統治下で空港を再開するという案を拒否したが、1975年4月28日から5月3日まで、ウィーンで開催された交渉で、空港自体は原則再開の方向で合意した。 だが、合同委員会での議論において目立った進展はなかった。1974年の進行以降、ニコシア空港から最後に民間航空便が運航されたのは、取り残されていたキプロス航空の3機を1977年にブリティッシュエアウェイズのエンジニアが回収したものである。このホーカーシュドレートライデントに e は、ロンドンへ飛行した後、1機が、 ダックスフォード帝国戦争博物館で展示されている。トルコ侵略により空港はキプロス軍とトルコ軍間で激しい戦闘が行われた。紛争中に国連安全保障理事会が国連保護地域を宣言し、双方がニコシア空港から500メートル以上交代することとなった。1974年8月16日、停戦が実現されたことで、 ニコシア空港は島の2つの民族を分離するグリーンラインの1区域となった。国際空港としては完全に機能しなくなったが国連のヘリコプターが活動拠点としておりアンフィセップ本部ブルーベレーキャンプとして使用されている。さらには兵競技用の施設や国連職員用の娯楽施設も多数用意されている。ニコシア空港閉鎖後1975年 ラルナカ新空港が南キプロスに開設、北、キプロスには2004年にエルジャン国際空港が開港した。両空港とも旧イギリス空軍基地跡に開設された。1983年には南キプロスでパフォス国際空港が開設された。国連管轄下でニコシア空港を再開させるという計画が何度か提示されたもののギリシャ系。 トルコ系のどちらからも真剣に検討されなかった。キプロスコルナーロ研究所のマイケル・パラスコスは2013年に他に3つも空港がある現状では、もはやキプロスにニコシア空港は不要だと主張し、後地に海外ハイテク企業を誘致し、キリシャ系とトルコ系従業員を雇用する非課税工業地帯への転換することを提案した。ウィキメディアコモンズには、 ニコシア国際空港に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。